はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。 KCGT 走られた皆様も走られなかった皆様もお疲れ様でした。今回はですね、今回の KCGT でうちのね、リュウの幹部会副所長で、いらっしゃいます東義春選手WCS、2019だったか2020だっけ、あれ、どっちだ、2020、2021、日本代表の春選手がですね、使っていたリゾネーターデッキを、まあ、ちょっとビッグバレートさせていただいて、まあ、ちょっとね、ギミックパクらしてもらって使おうかなというふうに思っておりまして、彼ね最高 DP なんか7万 DP くらいまでいったらしくて、一時期ね、でなんか最後突っ込んでちょっとだけ溶かしちゃったって言ってたけど、まあ金愛子争いまでいけたリゾネーターデッキですね。もともとのデッキはですね、聖杯じゃなくて、月の書入ってて、で、こう、ブルーディーじゃなくて、ガイウス入ってたんですけど、何が主役かっていうと、今回のデッキ、もちろんリゾネーターのギミックが主役なんですけど、これが強いんですよね。天の岩と。これ、モンスター効果、基本的にスピリット以外のね、モンスター効果無効にできるんですよ。このモンスターね。まあ、岩石族なんで、サーチはできないし、デッキ的には。なんだけど、スビーた時だけめっちゃ強いっていう感じで。で、しかもレベル4だしね。これで何を止めるかっていうと、例えば、手札誘発とかね。サンダードラゴンデッキのなんかそう、ビールとかさ、クリボールとか、そういう防御札とか、あとシンプルに、トラミッドとかね。トラミッドとかはもう、これ出したらなんか何もできなくなったりとかするらしいんで、すごい強いと。いうことで、とりあえず、この制圧効果を、まあ、うまいこと使っていくと。で、もともとこういうデッキでずっとやってたっぽいんだけど、まあ、ランク戦やってる中で、もうちょっと理不尽な動きしたいと思って、で、天の岩戸を生かすためには、これね、やっぱね、聖杯なんですよ。これって、スピリットモンスターなんで、エンドフェーズ戻っちゃうんですよね、手札に。なんですけど、これ聖杯ぶっかけると、エンドフェーズ戻んないんですよ。だから、デスカリバーナイトより全然強いんですよね。先行で天の岩戸に聖杯ぶっかけた方が。ということで、普通になんかそのレッドリゾネーターギミックしながらなんか天の岩とぶっ立てるみたいなね、そういうねヤクザみたいなムーブもしたくて聖杯にしましたと。で、ガイウスは結構なんかいろいろ役割があったらしくて、例えば、まあ、3500でパンチした後に、ガイウス出してね、残り500ダメージ与えて勝つとか、あと、それから、ローチ、ローチとかって結構処理できないですよね、このデッキ、シンクロしないと。なんで、特殊召喚した後にローチで、を処すためにガイウス出したりとかっていう感じの、動きしたりとか、ネクロバレーを除外したりとかね、いう感じで使ってたらしいんですけど、あと、底なしされちゃったとか、レッドライジングが。まあ、こいつレベル6なんでね、6と2で8で来たりするんですけど、まあ、そういう付け方してたらしいんですけど、なんかあんまりその、ランク戦程度だとあんまり使う、なんかその、ことがなくて、もうちょっと制圧できた方が、なんか強いなと思って、僕はこれ一回抜いて、ブルーディーぶち込みました。これね、オベリスクとかでもいいです。これ、オベリスクとかも出るんで、このデッキ。ハーピーとか相手だとね、オベリスク出しておけば勝てるみたいなことあるんですけど、まあ、この辺はちょっとお好みでね、環境に合わせて一体入れてもらえばいいかなと思ってます。で、バック除去は、まあ、ここの辺はちょっとね、難しいんだけど、まあ、恐怖症入れたりとかね、の方が強かったりもするし、ガンクセは、なんか知らぬいとか。知らない相手とかだともう局所欲しくなるんだけど、ああいうのとかは、局所強かったりするんだけど、まあ、他の普通のね、リゾネーターとかとサメとか、だと、狡猾の方が強かったりするんで、まあ、ここら辺はちょっとお好みでっていう感じかな。で、局所の代わりっちゃなんだけど、まあ、サイクロンぶっ込んでるという感じですね。聖杯、なんだかんだ、月の書って結局裏返すしかできないんですよね。だから、モンスター効果は止まんないんですけど、聖杯はモンスター効果止まるんで、展開を止めたりできるんですよね。なんで、まあ、そういうところが、まあ、差別化できるポイントかなと。で、こと、岩戸に関しては聖杯の方が強いんで。ということで、早速ね、このね、岩戸っていうモンスターの強さをね、ご覧いただきましょう。この人ね、マジで強くて、今回ね、多分ね、勝ち試合ね、ほとんどシンクロしません。はい、デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、闇遊戯君。なるほど。俺のターンだ。あー、なんだろうな。炎王、炎王かな、25枚、炎王っぽいですね。ここだ、モンスターを、はい、モンスター効果発動。ほう、アレイサ、なるほど。手札から魔法発動。なるほど、アレイサ、あれかな、炎王召喚獣みたいな感じ。頼むぞ。あー、クリッター、クリッター召喚、わかんねえな。カリギュラ、ほう、魔法発動。なるほど、で召喚魔術効果、はい、アレイサ回収。なるほどですね、なるほど、カリギュラ強いな。
狩り際強いな。あいつ効果1ターンに1回しか使えなかったんですよね、モンスターの。岩戸来た、光ったな今。とりあえずコールリゾネーターどうすか。さあコールリゾネーター効果、でも光って光るのは当たり前か。アレイスターいいんだから。そうだよな、これ むずいな。とりあえずコールリゾネーターは連発しといて、でアレイスターぶん投げられるの嫌だから、アレイスターぶん投げられるの嫌だな。岩戸で止めるかで、今モンスター効果1回使った。でこれでワイルドワインド、カリギラの効果はね、モンスター効果を1回までしか使えないよっていう、1ターンで1回しか使えないよっていう効果なんですよね。でしかもなんかバトルフェーズ中1体でしか殴れないっていう。ああカナディアね、なるほど、カナディアね、はいはい、先に打ってくるパターンね。オッケー、じゃあ展開するよりも、もうモンスター効果使えないんでレッドライジング出してもダメなんですよね。だからこれはこれ岩戸じゃねえこれ岩戸でしょ、これ岩戸だろ。でこうだ、でこれ岩戸で殴るとこれでアレイスター投げられないんですよ。モンスター効果使えないんでねよしよし、ちょっと強い、ちょっと強い。でアレイスターが1枚あると、1枚アレイスターで1枚セット、はいセット、はい、なるほどなるほどね。私はあんのか、じゃあちょっとサイクロンが欲しい人生ではあるが、コールリゾネーターなるほど、コールリゾネーターなるほど。でワイルドワインの反転はどうだ、ワイルドワイン今だ、デビリアンソング、なるほどな、永続トラップ、デビリアンソング、なるほどな。でカナディア、あーなるほど、ここだ、分からせるか、じゃあ分からせるわシンクロせんくても勝てるんだぜこのデッキは。さあクリボール投げてみろ、おいほらクリボール投げてみろ、ほらほらシンクロなんてする必要はないぜやはりアモの岩戸は最強だったな。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、ユベル、岩戸来すぎ、岩戸来すぎ、岩戸来すぎ問題やっと好きなんだけど、これはねしょうがないから、デスカリバー初手出してもなんかお茶濁すしかないですね。まあ言うて初動止められるの結構強いと思いますよ、サンダードラゴンデッキ相手にもね。デスカリバーはまあちょっと手がいい方は絶対に言ってると思うんで、なんかベイルとかこっち系のアサシン効果は止めるんですよ。でデスカリバーナイトでまあ11効果ですね、これはビリビリビリバチコット、はい、でターンエンドと、はい、せーはい、これコミゲ、神ゲー、神いや、これ結構強いんですよ、これ結構サンドラ相手に強くて。で、じゃあコスミですか。で、エンドフェイズ時、禁じられた聖杯、バトルフェイズ終了時、禁じられた聖杯打って、でこれでエンドフェイズでしょ。で、これでこいつ戻んない、で、モンスター効果使えない、相手はモンスター効果使えない、何も、何一つ、神ゲー唯一の神社最強最強だ、この神社なんて強いんだ。さあお相手の方、鉄尾くん、鉄尾くん、まあ、珍しいね、鉄尾くん、逃げねえ、だったら俺もなかなかねこいつ見ないですよね。鉄尾とあとあのくだらぎあたりは一番見ないかな、まあ、ちょっと見た目もね微妙っていう。マジの怪獣なんだ、モンスターを特殊召喚、サンダユーかエクストラねえな、俺は3台じゃねえのか、モンスターをアドバンスカードをセット、誰中心企業バリバラスクルーてた、このカードは自分の手が自分の墓地から重力モンスターと視覚モンスターに対して手札の召喚、このカードの戦闘で相手が来るダメージが出るな、なるほどね、え優しい、俺のダメージゼロになる、やったぜ、ラッキーリバースカード帝王の闘志トラップ発動、やばくないそれ、やばくないそれ、ちょっと待って、これ俺突破できんのこのデッキ、3800を戦闘破壊しなきゃいけないってことでしょ、え突破できんすねあれ積んでね